私すごい儲け話の夢を見たんです。いいよお前の夢の話なんか。予知夢かもしれません。これが現実になればもうお金に困ることはなくなります。一切そんな予感がしないのはなんでだろうな。ここまで言うなら口を聞いてやる。私がゲンさんとガッキーの隠し子。会いたかったわ我が娘よ。私ってば通りで美少女なわけですね。新居は芸能人御用達、疲労の高級マンションよ。毎日はビールを飲んでリッピッたよ。これがチョコレート効果なの。うちで暮らそう。やったって感じなんですけど、現実にできませんかね。夢見てんじゃねえよ二重の意味で。二人の子供なら一生安泰ですよ。二人が結婚したのって去年だろ。物理的にありえんわ。諦めるのはまだ早いですよ。諦めるしかないんだよ。理解が遅いな。そもそもそれ儲け話じゃないだろ。ええじゃん。ビルゲイツに隠し子が、しかもそれが私。おお、我が娘会いたかったよ。我がゲイツ家の財産は全てあなたのものです。株も畑も全部あげるよ。やったー。いやいろいろおかしいわ。それにビルゲイツって普通に子供いるだろ。頑張れば夢は必ず叶うはず。努力でどうやって血縁に。アホみたいなこと言ってないで、他の方法で借金返済用だな。いやー、晩酌つきました。おお、何もしなくても借金減ったりしませんかね。無理です。そうだぞ、この人の言う通り。って誰？冥府の使者です。度重なる迷惑行為を観測し、冥府ではついにあなた方の借金返済猶予取り消しを検討しています。迷惑行為？そんなこと私がいつしたって言うんですか。結構しているかと。あ、すみませんでした。口とか舐めましょうか。手のひら返し早っ。汚いので結構です。ふざけてる場合じゃないんですよ。私はいつでも真剣ですよ。なお悪いですね。すると俺たちどうなっちゃうんですかね。エマ様はお金、つまり信仰を失い存在ごと消えます。レイジ様は地獄行きです。そんな、明日は信頼入れ替え日なのに。今心配するところか。なんとかなりませんか。ひとまず3ヶ月後に10億円払ってください。ええ、私たちを助けると思って。チャンネル登録をどうかお願いします。おさ、レイジさんを助けられるのはあなただけです。